皆様おはようございます。今回は最近買った購入品をご紹介します。まずユニクロで久々にお買い物をしてきました。そして今から紹介するのはオンラインで購入したんですが、もう届いてすぐ着てしまったものもあります。まずそちらからご紹介しましょう。まず1点目はこちらのシャツです。名前はソフトブラッシュドスタンドカラーシャツ M サイズオフホワイト、値段は2990円です。こちらはインフルエンサーの方が SNS で着ているのを見て、あ、可愛いなと思って購入したんですね。この首元の、ね、フリルがこうさりげない感じですよね。あまりあのフリルの幅が広くなってしまうと、もうエリザベスみたいな、そんな感じで、すごくこう似合う方は似合うと思うんですが、私が着ると甘々すぎて年相応じゃないなっていうのが多いんですよね、フリルが太いと。でもこれはさりげないフリルなので、大人の女性が着てもあの全然甘すぎずにワンポイントとして着ることができるなと思って、いいなって思いました。生地もね、結構しっかりとしてます。素材は綿 43%、 アクリル 34%、 レーヨン 23% です。これで何回か着てすごくいいなって、気に入ったっていう感じなんですが、1点だけ気になるのが、もう本当ね、画面ではね、おそらくわからないと思うんですが、上にニットを重ね着すると若干ね、つくんですよね、細かい毛が。しかもこれね、洗濯したばかりなんですが、まあ、あのコロコロしてね、洗濯しろよって感じなんですが、そのあたりはこうズボラなので、洗濯したら取れるかなと思ったんですが、洗濯してもちょっと取れなかったので、洗濯機にかける前にコロコロした方がいいなって思います。でもとってもお気に入りの一品です。でインフルエンサーの方がこれの上に着ていたニットもすっごく可愛くって、私はセットで購入しました。それがですね、はい、こちらのニットなんです。名前はプレミアムラムカーディガン、グレイの M サイズ3990円です。これはこう羽織のカーディガンでも着ることができますし、前をね止めてニット代わりに着ることもできて、で私はね、なんといってもこのインフルエンサーの方が着ていたこの着こなし、この首元からちょっとこうやってフリルが出る着こなしがすごく可愛いなと思ったので、これはね、購入して早速着たいなと思って、もう開封して着ているユニクロ商品です。いいですよね、この組み合わせで。あとユニクロでは2点購入したんですが、それはね、まだ着ていません。まずこちらです。なんか今年ピンクのニットめちゃくちゃ流行ってますよね。私も流行りに乗って買ってしまいました、期間限定価格の時に。名前はですね、プレミアムラムクルーネックセーターピンクの M サイズ2990円なんですが、私は期間限定価格1990円の時に購入することができました。あまり派手なピンクでもないので、40代の女性でもいいんじゃないかなっていう、スカート合わせてもいいですし、デニム合わせてカジュアルに着てもいいなと思いました。でこれもですね、あの別のインフルエンサーの方が着こなしていて素敵だなと思ったセット、はい、こちらです。ヒートテックフリースタートルネックティー、ライトグレイの M サイズ1990円です。ヒートテックあったかいですよね。でね、インフルエンサーの方はこの下に着ていたんですよ。こんな感じで少しね、このグレーが見える感じですよね。もうね、ヒートテックとこのニットのセーターで防寒対策バッチリですよね。この冬は大活躍間違いなしです。ユニクロで購入したのは以上4点ですね。の結構ね、私あのインフルエンサーの方の動画とか画像を見て、あ、これ可愛いと思って買うことが多いんですが、ただあの一点気をつけているのは、あのもちろんなんですが、同年代の方のそのインフルエンサーの方のを見るようにしています。
若い子たちが着ていて、あー可愛いなって、同じユニクロや GU でも可愛いなと思って自分が着たら、なんかちょっと痛々しい、若作りしすぎだろうっていうことも中にはあるので、なるべく同世代の方が着ている着こなしをそっくりそのまま真似することが多いです。はい、ユニクロは以上なんですが、この前の休みにアウトレットに久々に行ってきました。愛知県のお隣、三重県にあるジャズドリーム長島というアウトレットに友人にね、車を出してもらって行ってきて、その時購入したものをご紹介します。で、皆さんアウトレットって結構行きますか？私ね、あんまり行かないんですよ。私は基本プチプラのお洋服が大好きで、アウトレットって安くなってると言っても元々の価格が高くて、で 20%、30% になったとしても1万いくらとか8000円ってなると、私にとったらちょっとハードルが高くて、あ、結局ちょっと高いなと思って買わないことが多いんですね。今回もね、ポロのすっごい可愛いセーターを見つけて 20% オフって書いてあったので、いくらなんだろうって見たら2万5000円だったんですよね。うわー、これは買えないと思って、結局ね、いつも買ってる、はい、こちらロケピクニックで安かったものを購入しました。まず1点目です。これもあったかそうです。ロペピクニックはこういうタグを見ても名前は載ってないですね。 QR コードが載ってるので、これで読み込めるのかな。もし気になる方がいたら見てみてください。え、これ、あ、そっか、値段も載ってないんだ。レシート捨てちゃったな、すいません。でもね、これね、半額で3000円ぐらいで買ったと思います。白のニットで、このなんか首元がなんとなくこう変わってるなっていう、タートルネックでもないし、なんて言うんでしょうね、この首の形。私ちょっとあのファッションには疎いのでよくわからないんですが、これがちょっと変わってるなと思って購入しました。なんといっても、3000円ぐらいだったと思います。安かったので、これデニムに合わせたらシンプルに着れるなと思って買いました。で、もう1点が、今度はね、ちょっとね、派手なピンクのニットを買ってしまいました。これもね、名前はない。あ、これはね、ロペピクニックじゃなくてビスですね。 QR コードがこんな感じなんですが、このニットはグレーとこのピンクでめちゃくちゃ悩みました。派手かなと思ったんですけど、まあでも冬はダウンコートを着るんですが、私はよく黒なんですね、持っているダウンコート、お気に入りの。なのでダウンの中は派手色でもいいかなと思って、友達もね、グレーとピンク私着たんですが、ピンクかなって選んでくれました。で、パールボタンがね、すごくインパクトがあって、カーディガンとしても着ることができますし、ニットとして着ることができます。で、ワンピースとかだとちょっと羽織にもいいですよね。はい、こんな感じでロペピクニックとビスでの購入品、これはね、ごめんなさい、本当に値段忘れちゃった。これはね、 20% オフぐらいで4000円ぐらいだったと思います。このニットはね、半額だなっていうのは覚えてるんですが、すいません、レシート捨てちゃいました。で、もう1点、大好きなフランフランです。フランフランはですね、服じゃないです。はい、こちら購入しました。あ、これはね、商品名載ってる、フラッフィーリップルスローです。でね、これね、3400円なんですが、半額でした。1700円で購入しました。開けてみます。毛布というか膝掛けというか、はい、こんな感じの大きさのものです。私はね、はい、このね、ソファーに着こうかなと思って購入しました。ね、この冬も寒くなってきましたもんね。ちょうどいい大きさだ。これのね、倍ぐらいの大きさのものがあって、毛布にも使えるって書いてあったんですが、私はソファーに使いたかったのでこちらを購入しました。S サイズですね。
はい、以上です。では、早速試着してみます。はい、まずユニクロのシャツ着てみました。やっぱりこのフリルが可愛い、上品な感じしますよね。そこにこのカーディガンを合わせてみます。カーディガン単体でもね、もちろん使えるんですが、はい、このまま着ても可愛いですし、私が着たかった着こなしは前ボタンを留めます。はい、こんな感じどうですか。可愛いですよね。一番上はちょっと外してもいいかもしれないです。いや、これはもう本当買って大正解。何回かね着たんですが、もう私この組み合わせばっかりです。でもこのフリルの上にもちろんね、このピンクのカーディガン着ても可愛いと思いますし、あとはユニクロのあのピンクのニット、そう、これを着ても可愛いんじゃないかなって思います。このホントフリルのねブラウスは大正解です。では次行ってみよう。はい、もう一つのユニクロのセーターと、あとヒートテック着てみました。うん、これも可愛いです。やっぱりね、このヒートテックがワンポイントになっていいですね。これがなかったら本当ザ・シンプルなニットっていう感じなんですが、中にこうね、ちょっとヒートテックを着て首元から出すことによって、なんとなくこうおしゃれ度がアップしたなっていう感じです。サイズもね、M サイズでぴったりですね。うん、今ね、スカート履いてるんですが、スカートにも合いそうですね。いや、これはいい。もうね、冬なんかこればかり着てしまいそうです。最強に暖かいです。これも良かった。では次行ってみよう。はい、ロペピクニックのニット着ました。これやっぱね、首元のデザインが変わっているので、なんかいいですね。こういうのも暖かい。袖がね、ちょっと私短いのかなって思ったんですが、まあそんなに気になるほどでもなく、ここがちょっとふんわりしているのも女性らしさが増していいんじゃないでしょうか。これもね、私ジーパンに合わせてカジュアルに着ようかなと思ったんですが、これもね、うん、スカートとの相性も良さそうですね。あったかい。あとはね、白いニットを買った時はこのね、首元がね、ファンデーションがねついてしまうので、そこは気をつけなきゃなって思ってます。では次行ってみよう。はい、ビスのピンクニットです。うん、もうなんか語彙力なくてすいません。これもね、可愛いです。でね、チクチク感もあんまりないですし、まあ私冬になったら大体ニットの下にヒートテックを着ているので、あとね、あ、なんか、え、これがアウトレットなのかな、汚れてた、え、買った時気づかなかった、え、だからアウトレットなのかな、そんなことある、ショック。なんかね、汚れっていうより糸が黒って感じなんですけど、よくわかんない。だからアウトレット、よく見ず買っちゃった私が悪いんですけど、なんかもう汚れっていうよりなんか黒の糸が紛れ込んでるって感じですね、これ。ショック。これでもほじくって黒の糸だけ取ろうとしたら、多分周りの糸もね抜けちゃいますよね。でもまあしょうがない、もう買っちゃったし、多分アウトレットって返品とかもできないでしょうし、近くのお店で買ったわけではなく、お隣三重県まで高速道路を使って行ったので、わざわざそのためにちょっと行くのもなっていう感じですね。そっか、アウトレットってこういう落とし穴があったりするんですね。なるほど。ほら、ここショック。まあでも手の内側ですので、そんなに目立たないか、この辺りにあったら目立つかもしれないですけど、まあね、だいたいこうしてるとこの内側に入ってくるので、うん、もういい、よしとします。フランフランのブランケット、ソファーにぴったりのサイズでした。ただね、やっぱりね、アウトレットだからですかね、こうね広げてみたらちょっとね、画面では分かりづらいと思うんですが、結構汚れてるんですよ。こればかりは
こう丸まった状態で売られていたので中まで確認していなかったので、もう確認できなかったと思います。丸まった状態で、であの紙が包んであるっていう感じだったので結構汚れてる。なので洗濯して使いたいと思います。でもサイズ的には本当ぴったりですし、可愛いしあったかいしで、まあ、これはこれで買ってよかったなって思います。というわけで今回はユニクロとアウトレットの購入品をご紹介しました。やっぱりね、ユニクロはシンプルでなおかついいお洋服がたくさん売っているので私は好きです。最近 GU で買うことの方が多かったんですが、改めてやっぱユニクロもいいなって思いました。そしてね、アウトレットもあのどれも品物もすごく可愛くて買ってよかったんですが、やっぱり汚れが気になったりと、たまたまなのかこれがアウトレットなのか、もうあのアウトレットね久々に行ったのでよくわからないんですが、うん、なんかそこがちょっとなんかモヤモヤしてしまいましたけれども、まあ、ブランケットも多分洗濯したらきっと汚れも落ちてくれるでしょうし、よしとします。はい、ということで今回も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。